すいませんね。いつも変な音が入って。はい。こんばんは。5月29日日曜日午後10時30分を回りました。四五品五の夜第194回です。今夜もどうぞよろしくお願いします。ご覧のように台風2号は宮崎の方ではそう大きな影響はなかったですね。今日、会議が2回ほどあったんですけど、午前中の会議を終えて、休憩しようと思ってロビーに行ったらなんと青空。もう台風はどっかに行っちゃったの？というぐらいの綺麗な青空が広がってましたね。またちょっとお昼から少し曇ったり雨が降ったりしてましたけど、そんなにというか、まあ雨はたくさん降ったんですけど、思った以上に接近しますって気をつけましょうというようなことはなく、もうお昼ぐらいには、警報解除で注意報に切り替わってました。まあ安心しましたね。ほっとしました。というのも僕のこの住んでる家も危ないんですよ。雨が降るんですね。もう築何年かな。僕が小学校の5年生10歳だから、39年、40年ぐらいの家なんですよ。で、台所の天井付近から雨がポタンポタンポタン落ちるんですね。親父に聞いたら、ああ、今日は大丈夫だよ。風向きによって、雨の入り込む向きによって雨が盛るので、今回は特に雨を持ってないよっていうようなこと言ったんで、ほっとしましたけどね。ちょっとリフォームしないといけないのかな。お金がないんでね、ちょっと天井裏登って穴を塞がないといけないかなと思っております。ということで、まあ、台風2号の影響はそうなかったんですけど、これから何回台風接近したり、上陸するのかなっていうのを考えると、ちょっと怖いですね。はい。で、今日はその2回会議があったんですけど、午前中のは、まあ、NPO の、僕が会員になっている NPO の総会で、まあその話はもう特にしませんけど、お昼からあった会がですね、今日のタイトルもなってます。タイトルなんだっけ？東北応援ボランティア派遣事業。正式名称はですね、これいろんな名前がついてるんですよ。で、今日いっぱい資料をもらったんで、お話をしておいた方がいいのかなと思ったんですけど、正式名称がね、宮崎東北応援ボランティア派遣実行委員会ボランティア派遣事業 T アクトプロジェクト。ここに書いてますかね。T アクト。T アクトプロジェクトの T とは、東北地方で、together、共に、tomorrow、明日を作ると。共に明日を作っていこうよ。頑張って生きていこうよ。といった思いがこもってるんですね。で、T アクト、タクトは名詞で、相手の気持ちを害することなく、人との関わりを持つ思いやりでもあるほか、起点、力量という意味もありますということなんですね。まあ、相手の気持ちを考えながら思いやりを持って、まあ、ボランティア活動を展開しましょうということで、これまでの瓦礫除去のボランティアとか、あといろんなその、なんだ、ヘドロというか、海の泥を除去するようなボランティア活動のワンステージ上がったやつ、もしくは終わったんで、次のステップのボランティア支援活動を行おうということで、結構プログラムが組まれているようですね。で、フリップを書いたいと思うんですけど、期間がですね、6月の18日から、8月の28日まで、結構長いんですけど、それをワンクール2週間ごとに
30人ずつボランティアを派遣するというスタイルで、まあ、ワンクールを超えて作業することはありませんと、きっちりと2週間働いてもらいますという形になります。派遣先は、宮城県の気仙沼市、南三陸町、岩手県陸前高田市で、南三陸町に関しては要請があったら、ボランティアを派遣するということになっております。まあ、作業内容としてはね、ここにも書いてあるんですけど、まずね、何があったのかな、こっちか。地域振興ということで、まあ、地域を盛り上げていこうとしている地元の方もいらっしゃるんですけど、結構ね、復興のための作業とか活動で結構大変なので、で僕らも一緒に行って、地域の復興一緒にやっていきましょうと。で、これって文字が小さいんですけど、頑張っぺし、唐桑、気仙沼の唐桑半島の方に拠点を置いて活動するんですけど、その地域復興に挑む、頑張っぺし、唐桑、すいません。あっと、気仙沼。陸前高田、じゃないでこれや。気仙沼に生まれつつある地域復興のエネルギーを大きくし、次につなげようと。で、何するのということなんですけど、8月に、その気仙沼で行われるお祭り、そのお祭りを一緒に、企画運営していきましょうということが、まあ、大きなプロジェクトの目標になっています。だからお祭りを行うために、僕らはどんなことができるのか、地元の人のことを考えて、どういったことで協力ができるのかということを考えていこうということ。で、2番目が産業復興。これも頑張っぺし、高田。これも陸前高田において、まあ産業復興、今の青空市とかいう市が行われてるんですけど、そういったこととかね、あと、お店、会社、商店、そういったところを、復興のお手伝い、支援をしていきましょうということ。あとですね、3番目としては、ボランティアセンターで、お仕事の手伝いをしましょうということで、気仙沼、陸前高田で、もし要請があれば、南三陸町のボランティアセンターで、一緒になって活動を展開していきましょうということですね。で、気仙沼の方では、ここに書いてるんだけど、避難所における活動、仮設住宅の方に移る方も結構出てきますんで、お引越しの手伝いとかね、避難所におけるコミュニティ連絡協議会との連絡調整とか、コーディネートを行うということが中心になっております。で、陸前高田の方は、さっき言ったように産業復興を中心に、これ、シャドーウィングという、何かというと、会社の社長さんに影のように張り付いて手伝いをすると、いわゆる社長秘書ではないと思うんですけど、社長さんが、動きたいように、動けるように、僕らがいわゆる、黒子として、動いていって、そこの会社の支援を行っていこうということで、具体的にはね、再建に向けた業務の手伝い、農作業、新規プロジェクトの立ち上げ、なんかね、これすごい僕興味があるんですよ。で、どういったところで支援するのかというとですね、その支援する会社がね、4社決まってるんですよ。株式会社、高田自動車学校。ね、そこの自動車学校の、まあ、復興支援、産業復興支援を行うと。で、2点目が、これNHK のニュースでも結構話題になりましたね。社長さんが、給料袋を、持ってきて、社員の前で、これは給料だ、今から配るよってなことを
ニュースで言ってましたけど、そこの、株式会社、八木沢商店、ここは文化4年創業、200年以上の歴史を持つ、醤油樹上蔵ですね。醤油を作るメーカーなんですね。そこの今動いてるのは、同じ同業者の醤油メーカーからの支援により、今のところ、つゆ、タレ、そういったものの製造から再開予定していきましょうと。で、僕はね、醤油作るとか全くやったことないので、2週間で何ができるのかわかりませんけどね、なんか面白いなと思います。3社目が、有限会社、これ名前が間違ったらすいませんね、橋勝商店。このお店は、食品の卸売業を行っているということで、今の青空市場、これね、5月1日から、気仙、陸前高田朝市を立ち上げて動いているということで、朝早くその朝市の準備をしたりね、一緒に商品売ったりね、また朝市のお手伝いをすることがメインだということです。あともう一社、株式会社、長谷川建設、いわゆる住宅を作ったり、公共施設を作ったりする、土木工事を受けよう会社なんですね。で、そこで今動いているのが、仮設住宅を建てているんですけど、地元の木材を使って、地元の手で作っていきましょうということで、そういった、住宅を作るお手伝いをしていくと。この4社の、産業復興の支援というか、手伝いをしていきましょうというプログラムが決まっているようです。他に、陸前高田の方はですね、何があるかというと、高校生との語り場。高校生と、週1回のペースで話し合おうよ。何でもいいから話をしようよ。まあ、高校生もね、自分の通う高校が被災して、違う高校に通っているという高校生も多いし、将来の夢や希望を持てないという高校生も結構いると思うんですよ。で、まあ、小中学生は結構遊んだりしてね、まあ、ゲームしたりして、まあ、気分転換するんだけど、思春期にある高校生なんかはね、まあ、あまり子供扱いしてもいけないし、かといって、ね、大人扱いもできないし、思春期なりの悩み、ね、考えとか、いろいろ持ってると思うんですよ。お父さんにも言えないような悩みなんかもあると思うんですよね。それを、まあ、高校生を中心にして、語り場を設けて、これから5年後、10年後、将来のこの地域をどうしていこうかということも含めてね、いろんな話をする場を、作っていきましょうということで、まあ僕も小学校、中学校、高校の免許を持ってますんでね、まあ高校生が司会進行とかプランニングやっていく裏側で、なんというかバックアップできるようなことができればね、いいのかなというふうに考えているところです。なんか楽しみだなと。また行くのは決まってませんけどね。なんかこれ見ながら、いろんな考えが浮かんできました。で、3番目のボランティアセンターに関しては、ここに資料がないんですけど、まあさっき言ったコーディネーター的なことをやっていくということですね。はい、ということで、あれこれ、資料があって、そう。で、先にも、市内の NPO の代表の方が、東北 の, その支援する陸前高田、気仙沼の方に行って、情報収集してきたんですね。まあ、その中で、まあ、どうしてもボランティアを受けたことがない方が多いと。だから、ボランティアさんが急にやってきて、何か仕事ありませんかと言われても、ボランティアを受け入れたという経験がないのでね、何をボランティアさんにお願いしたらいいのか。逆に、気兼ねしてね、あ、これは自分でやりますっていうようなことを言ってしまうので、地元の方に何かありませんかと
というよりも、ボランティアさんがね、自ら気がついて、あ、ここをこうしましょうか、ここ、その、穴が開いてるので、塞げますね、とかいうふうにして、自分から気づく。気づいたことを伝える。で、いいですよ、という了解をもらって作業を行うということですよね。あと、まあ、中にはその、ボランティアは嫌だ、よそ者が入ってきて、作業するのは嫌だというところもありますし、まあ、ボランティアセンターみたいなものがないところもありますんで、そういったまず、地元の皆さんとの人間関係づくり、コミュニケーションね、をどんどん取っていかないといけないのかな。まあ、僕も、宮崎弁丸出しで、方言で、どんどん接していけばね、いいのかなっていう感じはしておるところです。そういった心構えとかいうのもちょっとお話を聞きましたので、まあ、相手のことを考えながら活動を行うということをね、いつも頭に置きたいと思います。実際、まあ、行くときって、まあ、いろんな問題があるんですけど、まあ、事前研修があるということで、ここに書いてますように、宮崎から飛行機で東京まで行くと、これ見えますか？こっちか。どうかね。東京まで行くと。で東京で、まあ、一泊っていうか、東京で研修があると。一応ね、内閣府の方のチームと一緒に動いていくような話も聞いてましたんでね。まあ、研修を行うと。で、次の日、一応、土曜日出発になるんで、土曜日の夜は東京で一泊すると。で、日曜の朝、バス、または JR 列車を使って移動する。一応、拠点を岩手県の一ノ関市、そこに拠点を置いて、そこから、なんだ、陸前高田、気仙沼の方に向かおうということで、まあ、陸路、また鉄路5時間かかっていくと。で、一ノ関から、陸前高田まで2時間。一ノ関から、気仙沼まで1時間かかるんで、結構ね、お昼過ぎに着いちゃうんですね。まあ、その日の日曜のお昼過ぎ、夕方から、もう早速もう打ち合わせとか作業が始まるんでね。結構、健康に、参加条件として健康に問題のない方、長時間の移動の後の作業になります。また、設備の揃っていない宿泊施設の確保、設備の整った宿泊設備は、確保は難しいので、お風呂もなかなか入れない状況なんですね。ですんで、まあ、健康状態を考えた上で、参加のご登録をお願いします、ということですね。で話を聞いたら、ボランティアから戻ってきた方の半数ぐらいが感染症、特に下痢の、症状を持って、帰るということがあるんで、特にこれから梅雨の時期に入ってきますよね。感染症とかには気をつけないといけないかなと。まあ、自己管理はしっかりとやっておかないといけないですね。もちろん、参加するにはボランティア保険に加入しますんで、まあ、特に何か大きな問題があった場合には、ボランティア保険で対応できるかと思います。宿泊場所の宿泊費に関しましては、実行委員会が負担するということで、いらないそうです。宿泊はね、さっき紹介した、陸前高田は、自動車学校の寮があるんですね。寮ってほら、運転免許を取るために、10日間で、缶詰研修で免許を取りましょうってありますよね。ああいう感じで、学校に寮があるみたいで、その寮を開放していると。あれ？画面消えた。ちょっと待ってくださいね。すいません。僕の方のパソコンだけ画面が消えてました。
その寮に泊まり込みで生活をすると。で、気仙沼の方は、公会堂という公民館があるみたいで、その公民館で寝泊まりをするということになっています。まあ、お風呂が使えない、まあ、6月ぐらいに水道が使えるということで、まあ、場合によっては1日おきとか、入れるかもしれませんけど、毎日は入れませんということね。あと、寝袋を持ってきてほしいということ。で、トイレはもちろんちゃんと使えますということでね。あとは、派遣する人間で共同生活しますんで、分担をして、仲良く共同生活をしましょうということになってくると思います。まあね、泊まり込みで長期間の派遣ボランティアっていうのは僕も今回初めての経験ではありますけど、まあね、結構あちこち旅行には行ってますし、特に中国なんかの旅行、まあ行ったんですけどね、まあ同じ日本国内ですから、そんなにね、困るようなことはないと思うんですよね。まあ、中国旅行ではね、シーサンパンナーっていうところに行ったんですよ。ベトナム、タイ、ミャンマーの国境に近いところに行って、メコン川の支流の川があったんですけど、その川を渡って、そこの少数民族の部落の中に行ったり、ジャングルみたいなものがあってね、まあ、熱帯雨林みたいなものがあって、そういった中に、ちゃんとしたホテルがあるんですよ。おお、こういうところにも西洋風のホテルがあるんだなと思って入ったんですね。で、入ったんですけど、シャワーがあって、こうひねると、水がストン、ストン、ストンとするんですね。で、赤い、お湯用の蛇口もあって回すんですよ。また、ストン、ストンとするんですよ。だから、英語で、お湯が使えませんよって、シャワー浴びたいんだよって言ったら、ああ、わかりました、ということで、お湯を持ってきたんですよ。びっくりしました。大きな魔法瓶に入ったお湯持ってきて、これ使えと。これしかもお湯はないというふうに言われたんで、まあその日はしょうがないから、そのお湯を、タオルにつけて、で、体を拭いたぐらいで終わったんですけどね。まあ、中国で悲惨な旅行の経験してますんで、まあ、それに比べたらね、同じ日本国内ですから、まあそんなにね、大変だなっていうことは発生しないかなと。まあ日頃、洗濯とかしませんから、2週間分の洗濯を自分でしないといけないということで、また独身時代を味わえるのかなっていうところでございます。でですね、まあ今日は、今日で決まりでないんですね。今日は一応、顔合わせというか、具体的にこういった事業を展開しますということで、まあ、生のお話を聞いて、で、また、登録したんですけど、また再度登録のお願いをということで、また今日書類に書いたんですけど、なぜかというとね、これ言っていいのか悪いのかわかりませんけど、オフレコでね。今日、参加した方々、100人いない、60、70ぐらいですかね。100人いたかな。結構席は満杯だったんですね。割とね、年配の方が多かったんですよ。五ヶ瀬町にある中等教育学校、中高一貫学校の学生さんも代表で来てました。学生さんはね、夏休みに行きたいということで、話を聞きに来てましたけど、他の方、夏休み以外、6月の18日から始まるんですけれど、一般の参加者っていうのが、年配の方、60代から上の方が非常に多かったんですね。いや、大丈夫かな、体力の面。長時間移動した後、すぐに作業とかに入るんで、体調とか大丈夫かなという余計な心配をしてましたけど、まあそれはもうご自分のね、自己責任ということで判断されるのかなと思いますけど、
今日ね、様子見た中で参加した方のどのくらいですかね。1割、2割の方が早速、申し込んでました。一応、第一次受付締め切りっていうのが、6月の10日の金曜日、午後5時までに、申し込みをお願いしますということになってます。受付はですね、宮崎東北応援ボランティア派遣実行委員会っていうのがあります。これ、インターネットで調べればわかるんですけど、宮崎市民活動センターあります。そこが、事務関係を行っているんですが、宮崎市民活動センターのホームページから、またこれ書類ダウンロードができてなかったですね。だからこれ、お電話で問い合わせると良いのかなと思うんですけど、電話番号が、098520の8777。ファックスが098520の8411。宮崎市民活動センターというとこですので、もしご興味のある方、参加してみたいという方はね、ぜひご登録を。多分ね、これ、第1期が6月18日から7月の1日、第2期が7月の2日から7月の15日、第3期が7月の16日から7月の29日、このね、第1期、第2期は、学校が夏休みに入る前ですから、ちょっと若いボランティアさんが少ないのかなと思いますね。第4期が7月の30日から8月の13日。第5期が8月の14日から8月の28日。この第4、第5は結構若い方も夏休みなんでね、多いのかなと思いますんでね。第1期、第2期、第3期も流行るのかな。そのあたり、若い方のご登録、ご参加をどうぞよろしくお願いしたいと思います。あと、いろんなこれ資料をもらってきて、どんなものを持っていけばいいんでしょうかとかね、そういったのも書いてますけど、帽子、ヘルメット、ゴーグル、マスク、雨具、ゴム手袋、底の厚い靴、寝袋、自分が使う食器、洗面用具、筆記用具、その他、2週間で必要と思われるもののご準備をお願いしますってなってますね。はい、ちょっとツイッターでタイムラインを確認します。さっきさん、いつもありがとうございます。そうですね、もう台風は温帯低気圧になりましたんでね。はい。大きな被害もなくてよかったです。ありがとうございます。軍手は使いません。よくね、手袋代わりに軍手使うんですけど、これ、新燃岳の噴火災害ボランティアで経験済みです。重くなります。で、手の体温が奪われます。手がね、雨の日に軍手はめると、雨水を吸い込んで、もう手が非常に冷たくなるんですよ。手からどんどん体温が奪われて、体力消耗になっちゃうんですね。そんで、もうゴム手袋の方が、いいと思います。僕も、春分だけの時には、もう軍手一切使わずに、ゴム手袋、ちょっと高いんですね。高いと言っても、298円ぐらいで売ってるんですが、そのゴム手袋をはめて、活動してました。これはもう経験でわかりますんで、実際ね、災害ボランティアなどを経験すれば、何がいるのかっていうのもわかるかと思いますし、結構インターネットを見ると、先にゴールデンウィーク中にボランティアに行った方々のブログなんか見るとね、どんなものが必要かっていうのはわかるかと思います。
ということで、一応僕も今日申し込んだんですけど、まあね、いつ行こうかな。一応第一希望、第二希望、第三希望を出しておりましたんでね、仕事の関係、まあ仕事の関係といっても今、開店休業状態で、まあ自分が運営している会社というか NPO 法人、今それ開店休業状態なんですね。市の方から今日お話、指導があって、男の会社、どうすと、潰すと、続けるの、どうするのって言われたんで、まあ、潰すのは簡単ですけど、続けるのは難しいけど、まあ、作った以上はね、一応法人なんで続けていきたいと思いますということで、一応市の方には今年度、待ってもらって、どうにか NPO 法人を立て直すという方向で考えますって言って、頭下げたんですね。で、うちの NPO 法人の立て直しもしないといけない中で、こういったボランティア活動にも参加したい。あと、学校の同窓会のホームページもあると。もうホームページは半分終わったんで、あとは会員制サイトの構築が残ってるんで、まあ、それもちょっと派遣される前に、作っちゃおうと、ここに動いてるんでね。頑張って作っていこうかなと思ってますんでね。まあ、気持ちとしては、行って東北の皆さんに恩返しをしたいな。まあ、行程行きの際に6万8000枚ほどバスタオルをいただきまして、その中には東北地方の方からも入ってましたんでね。で、バスタオルありがとうというお礼も込めてね、今回の派遣事業には参加したいというふうに動いているところです。中には、行くなっていう メールも何通か来て、ちょっと心が動いたんですけど、まあ、自分としては、まあね、動きたいと、行きたいというところで動いているところでございます。まあ、いつ行くかっていうのは、また今後、具体的に、一応、来月の10日まで受付になってますんでね、10日以降に、詳しいこと、具体的なことを、日程までわかるかと思います。まあ、東京に一泊するなら、ね、さっきさん、もし、千葉から東京までご足労願えば 生でお話ができるのかな。まあ、土曜の夜に着きますんでね、まあ、大変かなと思うんですけど、まあ、東京の宮崎県人会の方で、できすの宮崎県人会からもね、寄せ書き、メッセージ、そういったものを、送りたいというご希望があれば、東京でお会いして受け取って、陸前高田、気仙沼の方に送ることはできますんで、まだ時間はありますんでね、もしその宮崎県人会の方で、ちょっと仕事が忙しいから、ボランティアに行きたいんだけれど行けないんだよな。大谷さん、あんた任せるわ。これ届けてあげて。っていうのがございましたら、ね。メールでも、お電話でも、何でも構いませんので、ご連絡をいただければ、手配というか、お預かりして、届けることはできますんで。どうぞご検討のほどよろしくお願いしたいと思います。はい。ということで、今日は、宮崎市。これですね、宮崎市が予算組んでるのと、あと、日本財団の方からもお金が出てるみたいで、あちこちから予算を組まれて動いてるんですね。ですんで、この事業が終わった9月、10月には、一回その会を開いて、この成果発表会、成果発表というか、事業発表というかね、そういった会を開きましょうということもなってますんでね。ですんで、きちんと予算をというか、いただいて、頑張っていきたいと思います。ということでございます。またツイッターでタイムラインを確認したいと思います。
飲み会ね、激励会ですね。飲み会、激励会、いいんじゃないですか？ねえ。皆さんとお会いできれば。ねえ、また宮崎県人会でなんかまとめてね、書いてもらって、頑張れ東北みたいなものを書いてもらってね、まあ、それを届けるということも、問題ないと思いますよ。ね、さっきさん、ぜひご検討をよろしくお願いします。はい、ということで、まあ、この件に関しましては、僕のブログ、デイリー4語頻語の方にも書いてますんでね、検索で、4語頻語と打ってあげると、ブログも出ますんで、今日のブログでちょこっと書いてますんでね、ブログを通して、僕の方に、連絡、コメントをもらって、送ってもらっても構いませんので、どうぞ、よろしくお願いします。はい、ということで、今日は、T アクトプロジェクト、ね、2枚入らないかな、についてお話をしました。共に明日を作っていきましょうと。単に、瓦礫を運んだりね、いろんな重いものを運んだりして、やるボランティアのワンステージ上、ね、共に何か作っていこうと。ね、僕らも口蹄疫、鳥インフルエンザ、新米だけで嫌な思いしてきたんでね、ほっといろんな嫌な思い乗り越えて、未来の地域を作っていきましょうということでね、お互い手を取り合って、地元の方のことを考えながらね、ボランティア活動を展開していきたいと思います。はい。ということで、今夜の4語頻語の夜、この付近で終わりにしたいと思います。また、明日から仕事が1週間始まります。頑張って仕事をやっていきましょう。明日も放送しますんで、もしお時間ございましたら、ご視聴のほどよろしくお願いします。それでは、失礼します。